今空が真っ白だったのがちょっと色がついてきましたね。これからですね、今左手に太陽があるので、太陽に向かって走るような形になります。今左折をすると直進することになります。ただ建物があるんだね、都市部はね。サイドに建物があるので、ちょっと思い描いていた景色とは違う感じになってますけどもね。まあなんかこう全体像がわからない映像になってると思うんですね。コントラストが高くてというよりも、その全体的に暗くなってますよね。空に合わせてますんでね。だからどこを走ってるのかわからないし、どんな場所かもわからないんだけども、まあそれは見ている人のイマジネーションでですね、あ、多分こういうところ走ってるんだろうなという人それぞれ、その見る人それぞれのイメージをこれにプラスしていただくと楽しめるんじゃないかという、まあ、あのサウンドスケープにちょっと近い意図を持ってですね、今あえてこういう映像で撮っています。実際にね、目で見た景色と今 iPhone に映ってる絵は全然今違う。あ、ごめんなさい、太陽右手ですね。ちょうど右側に太陽があるということなので、こういう今景色になってます。で、まあ、とにかくあの建物があるとね、全く想像つかないんですね。建物がなくなると大体どういう風に映るかというのはもう大体こう頭の中でイメージできるんですけども、この両サイドの建物があるとですね、これはまあ建物も同じ高さのものじゃないのでね、全くそれによって景色が変わるという、そういう部分もまあ楽しみつつ今撮っ